本です。今回はね、うつらの玉を知ってはいたい。うん、ここからうつらがあるんですよ、ね。まあ、世の中あるに残酷でございますよ。ね、うつらという鳥さんがいるんですけども、母さんが一生懸命温めていた卵をですね、人間が産ませるだけ産ませて取ってですね、それで食べてしまう。で食べるだけじゃなくてフライにしてあげてしまおうみたいなね、なんつうことしてくれるんだと思いますけど、まあ、人間は、動物を食べないと生きていけないので、まあ残酷なリサイクルです。残酷なサイクルで成り立ってますね。まあうずらさんには申し訳ないですけどね。ただうずらの卵ってあれスーパーで売ってるじゃん。あれね、あの孵化するんですよ、あれちゃんと。あれを温めるとですね、ちゃんと中からあのうずらさんが出てくる。だからうずらさんというのもね、大きくなるとちょっと衝撃的になりましてね、あの最初ちっちゃかい時はあのすごいちっちゃかいんですけど、これあっという間に大きくなりますから。でうずらのね、あのね、大きくなった人がですね、まああのうずらがちっちゃかい時は可愛いなみたいな。で猫と一緒に飼ってたんですね、そこですね。でうずらが1年も経たないうちに大きくなって大人になった。そしたらね、猫の頭の上で寝てましたね。猫を押しのけて、猫の頭の上で寝ているというね。ずうずうしくなりましたね、ね。そういう衝撃的な、動画が発見してしまいましたけどね。猫の頭の上で堂々と寝ています。それで猫は怒らないんですかね。お前食べてやるぞというふうにね。猫もさすがにそのぐらい怒った方がいいんじゃないかと。頭の上にうずらが寝ていてもですね、怒らないんですね。怒るやんみたいなね、思いますけど、まあ、そういうずずしいうずらもいますけどね。でもまあなかなかのこの、いい感じです。まあ、うずらの卵ってまあ孵化もできるからね、孵化して育てれば、まあ、ただ寿命はちょっと短いかもしれない。何しろほらスーパーに出される前って多分冷凍かなんかしてると思うんですよね。だからまあそれで何とか孵化して撮影のために温めてあげれば育てられるから、まあ非常に感動的なんだけど、ただまあ寿命がねちょっと短いかもしれないよね。でもそれをある意味確保して育てるっていうのもいいかもしれませんしね。まあなかなかいいですよ。温めて育てるのも良いだし、そのまま食べてみるのもいいしね。でこのうずらの基本的に卵は栄養があるので、まあ非常によくて、でこう揚げ物とこうサクサクして非常によく合って味わいだなと思いました。